皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。マリオメーカー今日も遊んでいきたいと思います。今回はツイッターの方でいただいたコース、画寮転生さんの損越期へ読めません、ベストクリアタイムが4分超えかで、クリア率 0.75% か、これはやばい。左上にかゆい、どういうことだよ。なんか関係あるのかな、あれヒントかな。画竜転生を書く、ワイヤーえわーおー、7光が降ってくるのね。これは多分ずっとついてくるパターンか、羽ついてるから。ということはちょっとここで時間かかるけど始末していっちゃいましょう、初見だし。うわ、なんかスパナが飛んで、あ、鍵持ってたという。おわ、なんかハンマーブロスがいっぱい来るんですけど、もう来ない。あのチョロップさんを避けて始末する、始末する。いっぱい来るのね。うわーい、お、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、これ厳しいだろう。あ、やっぱりずっとなんか走ってきたら今うまいタイミングで行けた。ここはファイヤーか。よっしゃ、これ取ったら勝てるよね。でも他にもいっぱいチョロポイとか出てくるんだろうな。できるだけこまめに倒していきたい、倒していきたいけど倒していけるとは限らない。やっぱりここはもうゴリゴリあれ全部避けるなんて。うわーうわ、噛みくしまった。もう早く持ち、あ、入ってよかったのかな。おわ、ポポ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 、避けられるかよこんなもん。ちょっと落ち着いて、こうだ、よし。おお、カロンか。でもさ、うわ、どうすん。この大きなカロンを使って上に登っていけばいいのかな。ハナちゃんがいるから、おお、びっくりした。そうだ、自分で言ってたのにドッスンが落ちてくるのを忘れていた。で、これは上に乗っていく感じ、こっちかな。よし、うわ、クッパクッパ、ちょーっと危ねえ。これは多分こっちでいいと思うんだ。ここの先が、こっちがわからないな。うわ、うわ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。入っちゃったよ、もう。ちょっと待って、あ、七光。あ、これだろ。うーわ、きつ、ちょっと待って。うわ、なんでそんなところにテレサがいらっしゃるの。ちょっと待ってよ、だからそういうのはいらないからさ、ほんと。カミックをさっきはうまく避けられたぞ。ハンマーブロスよりは避けやすいかもしれないから、こうやって一体ずつ戻っちゃった、戻っちゃった、戻っちゃった、当たっちゃった。バカなのか、バカなのか、クリクリクリ。あー、無敵時間を使って今のカミックのところをご利用した。あー、もったいねー。ほい、登った、あ、登れなかった。よいしょ、はなちゃん倒してもらって。このスパナ邪魔だよな。まあそういうコースなんだからしょうがないんだけどさ、スパナばっかりで全然タイミングよく登れない。よいしょ、左側のスパナとかこのクッパーの炎とかも嫌なんだよね。この辺に扉があった、危ねえ。このゲストとか砲弾とか使って左側に行くのかな。この辺、お、なんかあった。うわ、ちょっと待って、なんかあったんだからせめて取らして。おし、ちょっと待って、こいつって確か丸まればこのブロックを壊してくれるはず。もうお前に用はねえ。よいしょ、お、なんかワンワンがいっぱいいたけど、テレサもいたけど、スルー、全スルー。よーし、よーし、ゴリゴリで、おー、鍵付き扉で、あった、お邪魔します。ていうか、あ、中間あった。ここは扉かな、入っていくよ。残り405秒、ここまでほぼゴリゴリでいってる。この辺なんかないかな。お、待った、今度は何、今度は何、多分上からテレサが、テレサじゃないエッジゲームがなんか降らしてきてるっぽい。勘弁してくれ、ちょっと難しすぎませんか。っていうかキノコがないんかーい。これもう走り抜けていくしかないよね、引っかからないように。あ、これって本当に突破できる。
これって運ゲーじゃないよね。普通にいけるよね。あったあったあった、よかった、このキノコ。てかなきゃ無理だから、マジで。せめて普通にハテナブロックに入れといてほしいわ。どこまで続くのかな。うわ、三段ジャンプかなと思いきや、この辺も違ったりするし、さっきそろそろ、あ、うわーい、っていうかここ突破できるの本当に。ゲストを倒したって何にもないでしょ。よいしょ、あ、ファイヤーあった。ファイヤーがあんなところにあった。しかも羽がついてた。っていうかこれがなきゃ、そうだよね、無理だよね。だってね、普通に考えて同じところで何回やられたことか。これででもゴリ押しができる、ゴリ押しでいいのかな。あ、入っちゃった。上も怪しいけど、これは走り抜けていくパターン。よし、一発で気づいたぞ。オッケーオッケー。おっと、壁キックか。壁キック高いな、ギリギリだな、高さが。このテレーサは、する、おーい、あー、マジか。こうだ、よっしゃ、ワンマン突破で、またクッパがいるのか。え、待って待って。え、待って、これ、どうすんの？走り抜けていける？あ、いけた。おお、パッ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 パー、走り抜けていって、スピンジャンプか。この辺でスピン。この辺でどうだ？よっしゃー、なんもない？あー、怖えー。ほんと、うわー、ファイヤーか。ファイヤーあるのはいいんだけど、それは。あぶねえ。この辺ファイヤー、押し取った。それで超えてくるでしょ。そしうわー、クッパ戦かよ。マジでこれ倒すの、うわー、これきついな。よしよしよし、うえー、ちょっと待って。またまたまた、これ無理。あ、なんかあった。クッパじゃない、クモか、クモ、クモ、あー、お、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ちょっと、隠しアイテムが多すぎませんか？このキノコ、まあ、キノコは気づくかもしれないけど、あのファイヤーとか気づかなかったらマジで取れないっすよ。ねえ、そしたらクリア不可っすよ、マジで。よいしょ、あ、当たっちゃった、もったいない。ここはまあ走り抜けていけばいいからいいんだけども、さっきのワンワンカロンのところのファイヤー取るのが難しいな。あれね、裏で3回ぐらい実はやられてる。よいしょ、というわけでそろそろクリアしたいけど、もう一個中間あるのかな、それともあそこ抜けたらもうゴールかな。もうゴール、あー、忘れてた。ここは怖いんだよな。この先のワンワンの動きが結構ランダムなんだよな。よいしょよいしょ、くぐり抜けてきて、叩く、ファイヤーを取る、で、もう行っちゃう。なんだっけ、雲、この辺にあった。よいしょ、取れないか。なんか今どこだ、オッケー、ファイヤー状態のまま、なんか出てきた。うそだろ、そういうことをするの。おーし、ファイヤーか、やったね。ファイヤーで、どうせまた出てくると思ったけど、クッパが出てくると思ったけど、ちょっと待って、このゲストさんたち邪魔だから倒しちゃおう。ここだったらファイヤーいくらでも出てくるからね、今のうちにゲストを倒して、このハンマーブロスも始末しちゃおう。ここ一回ゴリ押しでいいや。よし、これで復活しないよね、あのハンマーブロスね。ワンワンは生き残ってるだろうけど、かーかー、あー、ゴール、おーっしゃー、超ゴリゴリしたけど最後
鍵とか持ってるクッパじゃなくてほんと助かったわ。めちゃくちゃ難しかったんだけど。あー久しぶりに 1% 切ってるコースやったわ。ハードだった。孫悦喜恵でいいということにしておこう。画梁転生さんのコースでした。ありがとうございます。さて最後は演奏コースでお別れいたしましょう。さて最後は演奏コースでお別れいたしましょう。悲しくてやりきれないザ・フォーク・クルセイターズ1968ロナルドさん。多分自動コースですよね。うん、さっきのコースが難しかったから演奏でちょうどいい。あ、外れた。チクショーめチクショーめ。悲しくてやりきれないザ・フォーク・クルセイターズ1968ロナルドさんのコースでした。というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。最近ね、このコースやってくださいっていうのも結構いただいてるんですけれどね、できればクリア率 1% か 2% 以上のコースだと嬉しいな。というわけで次回はあなたのコースにクリクリクール。さよなら、バイバイ。あ、チャンネル登録よろしくね。